なんとかね、まあ、ついてよかったです。壁。じゃあな壁、強くなったらまた会おうぜ。なんかね、そういうワンピース的な展開ですね。どこだ、シオンタウン、みんな大好きシオンタウン。バイバイ、バイバイじゃない、また会うんだよ、強くなってまた会うんだよ。僕たちはまた いつか出会えるはず。なぜだね、同じ空を見ているわけだから。さてさて、あ、そうだ、月の石を引っ張り出さないと。月の石、よーし、これでヒエピーも究極進化。育て屋の天井しか見えないんだけど、ずっと寝てんのかあいつ。目覚めよヒゲピー、目覚める時は今なんだ。お、体が一回り、おお、なんかでかいでけえな、こんなでかかったっけ。いたいたいた、ピクシー、妖精ポケモン。自分たちの世界を大事にしているらしく、めったに人前に出てこない妖精の仲間。ほう、自分たちの世界、そういうめんどくさいサブカル系とか言いそうな、自分たちの世界観を大事にしてるんでみたいな。でシオンタウンからどういったっけ、あれこっちじゃねえよな、横だな、横。X 軸を縦横無尽になんかマジで私みたいまあ見た目はともかくな、そういう自分のな、そういう自分の殻にこもってるみたいなとこ合ってるな、そういうな。延長を忘れたと聞いて、はい、非常に悲しい気持ちでいっぱいです。さーて来たぞ、この暴力団がなはびこるこの町に。ショップで買うものなんてそんなないけどね。もう傷薬だって使ってないしな、ボール一応5ぐらい買っとくか。なんでも直しはまあなんか使うし。こんな感じかな。さてさてこっちもゲームとか炎上の話とかやめなさいよ。まるでなんか私が炎上しそうなこと言ったみたいな、やめなさいやめなさい。なんだか、ここがエスパー親父か、これはいいですよ。わかった、これが欲しいのか。いや、助かる。これ、使い捨てに覚えさせちゃおうかな。そしたら、使い捨て相当、炎上したい。別に炎上したいわけじゃないよ。炎上でもしたらね、動画の一つでも伸びるんかな、みたいなことは、ポロッと言ったことあるけど。別にね、そんなに根本的に炎上したいわけではない。使い捨てに覚えさせちゃっていいかな、最後記念室。どうせ仲間って多分もね、もうこれ以上増えないんですよ、もう多分ね、
だってもうパーティーの枠が埋まってるから。なのでゴロリの枠がこう、再起光線あるからいらないとは思うんだけど、なんつうの、なんかツインバズーカみたいな感じで再起光線もあるし再コキネシスもあるみたいな、そういう、そう。でもただ覚えさせたらこいつをもう殿堂入りまで使わざるを得ない。この重荷をどこまで背負っていくつもりですかと、そういうところはある。でちょっとそういえばそうですね、使い捨てはそう、本当に使う気がなかったから僕じゃなくて、そうパプーさんがつけたんだと思います。自分がね大して使う気のない子はコメントから適当につけちゃうね。コメントもしくは自分のフィーリングで適当につけちゃうんでね。さて、そうツインバズーカでヒゲピーすげえな、お前ヒゲピーも覚えるな。だヒゲピーは結構強い技覚えてるから。でどの粉がいらんかね。毒、眠り、しびれ。眠りはいるでしょ、ぶっちゃけ。しびれか毒でしょ、いらないとしたら。毒かな。確かにね、毒はね、まあゴメスの毒毒という上位互換があるしな。でしびれもね、肉彦の電磁波があるし、毒かな。よし、これでもう使い捨ては最後まで。シルフカンパリーでもう乗っ取られてんだっけ、なんかこう事件発生とかなくてさらーっといったらもうやばいことになってんの。うん、なんかやばそうだね雰囲気アルティメット使い捨て、 UR 使い捨て。どう、特にこのなんか事件の背景とかなんかもう一つわからんのかねって。まあ初代ってね、なんかストーリーのなんかこう説明台詞みたいなのあんまないしな。でここにロケット弾がいて初めてことの重大さがわかるみたいな、まあ感じですかね。あれ俺トップバッター誰にしてたっけ、ゴメスじゃね、もしかして。うわ、ゴルバットすごいね、ゴメス、やだな、正直。まあ、倒せるか、でも、このレベル差あったら。ほらね、カードキー探しましょうね。あ、でも、そっか。毒で飛行だから。どうえらいことになるんだ。じゃあ、ニックでいくか。ゴルバットやばいよね、この、グラフィック。マジで。おーし、ゴメスナイス。うん、しばらくはニックで押すか。青のグラフィックはね、青のてか青版って基本的に全体にグラフィックやばくない？なんか青版って赤緑の後に出た割にはグラフィック大体ひどいよね。これ青版ってマジでなんじゃこりゃみたいなの多いもん。青版はね、花田の洞窟はなかなか美味しいけど、青はもともとコロコロコミック限定発売みたいな感じだったと思います。もともとはコロコロ返さないと買えないみたいな、そんなやつ。青でもね、そうよくできてるやつはよくできてたんですけどね。おーっと、でかいヒゲピー、おめえでっかくなったな、でっかい男になったな。うん、でもまあ一角ではない。あー、必殺前はそんなに好きじゃないよく言われるの。まあちょっと斜めっていうのはヒゲすかした男だが、そうね、ちょっとした小学生くらいの大きさありますよ、ね、ズバッともまあヒゲピーでいくか。ヒゲピーマジでね、レベル上げれば普通に戦力だと思うし、指を振るのロマンもあるし、なかなか面白いポジションに
収まりましたな。ロケット団はシルフカンパニーと提携するのだ。乗っ取っといて。その言いざま、マジありえないんですけど。なんかねえかな、アイテムとか。あ、おっさんも敵？ヒゲさんが最強。いや、うなぎじゃないかな。吸収合併。ハゲタカファンドだね。他の二人、そういえば他の二人名前もつけてないね。マサトもユキさんも。僕もいないし。まあ、骨密度ってやつはいるけど。なんかね、捕まえたらじゃあ、とびきり気持ち悪いポケモン捕まえたら、彼の名前もつけましょうかね。名前、つけるだけだけど。ユキさんはどっちかで主人公の名前。っていうかさ、スプラトゥーンにユキって名前のやつ多くね。昨日ね、スプラトゥーンフェイスやってたから、ちょっとだけやったんですけど、俺多分3回ぐらい違う勇気とマッチングしたんだけど。なんじゃいって。世の中勇気めっちゃ多いじゃん。ユータ、まあ、ユータもたまにいるけど。そう、勇気パーティー作れる。すげえ勇気多い。勇気多いってなんか、いい国みたい。勇気の多い国づくり。葉っぱカッターに頼りすぎてんな俺。なんかていうかこの研究員のグラフィックも大概だね。勇気リンリン。ラフラス自分でいるの。マッサトさーん、あわよくばマッサト。ラプラスは宿女で行きたいと思います。一応このヤクザも倒しとく。まず初代だったら何かね、マジでヤドンとかじゃないの。ヤドンかベロリンガじゃない。天使じゃねえよこんなもん。マサトを天使扱いにする風潮ないと思います。イケメンじゃない、イケメンな一言でおなじみのマサト。目のクラ、目のクラゲでもいいね。でこう頑張って毒クラゲにしよう。毒クラゲにするとよりマサトに似るから。ズバットギャロップ、イケメンな一言に定評のあるマサトさんだ。あ、そうだ、ゼニガメにマサトでもよかったけど、ゼニガメはついゼニゲバってつけたくなっちゃったからな。男らしい一言、まあ、正確に言えばね、この男の字がね、漢字の漢なんですけどね。まあ超どうでもいいけど。強い。そろそろゴメス先発もきつくなってきたかな。誰先発、ヒゲピーがとりわけレベル低いか。あれもニック、ニック上げたい。ニックヒゲピーはもう進化してるからね。謎の草っぽくもある。ほう、謎の草でもいいな。臭い花になるという意味で。で、臭い花のまんま置いとくって。ラフレーしやしない。で、謎の草は可愛いからね。臭い花だな、臭い花。マルマインか、マルマインとか自爆されたらうざいから、やっぱうなぎでとっととぶっ殺すな。初代のさ、ポケモンの謎の草とか不思議種とかそういう名前ってなんかすごい抽象的だよね。学者が手抜いた感じがするよね。シルフカンパニーの床とか防犯用、防犯用なんだこれ。一応こっち飛んでるか。こっち外れルートっぽいけど、あえて外れルートっぽいのを一回引いとくことによって、シルフは乗っ取られて終わりかな。こういうエリートの打たれ弱さ、いや、エリートは打たれ弱いからダメなんだよ。挫折を知らないから。サンダー、
サンダー、ファイヤー、フリーザ。いいよね、あの辺の名前。もうダメだ、このエリートは。こいつは一回、挫折を知らなきゃダメだな。ちょっとこのヤクザも倒しといて。そう。会社にね、強い依存してるからこんなことになるんですよ。こいつ絶対後のリーマンショックで、完全になんか、テンパってたタイプでしょ。あら、なかなか打たれ強いな。特殊高い系かな。毒は食らいたくないよ。ニック、ニック、お前、ニック、あ、なんだって。信じられないことが起きた。まあ元気のかけらは変えるから使っちゃうか。もう戻るのめんどくさいし。はい、5度目の瀕死。ニックカウンターがいるようだ。マタドガスに、マタドガスにマサトガスってつけよう。マタドガス、どこで捕まえられんの。よし、とどめの一撃、指を振るだ。いけ。強い。最初からやっとけよかった。通信。おい。よし、とどめの一撃、指を振るやった。やれ。お、いいか、怒りの前歯当たんないの。当たったところで倒せねえけど。お、いいね。なかなか、あ、でも、そっか。格闘か。いや、お前、真面目にやれよ。さてさて。ピカチュウが消えてしまったので、まあまずとりあえず、ヒゲピーに。で、買えるものはマスターカード。いやー、またぶっ殺しちゃったよ、肉彦のこと。あ、でもほら、復活させてあげたらこの喜びようだよ。ほんと、女なんてこんなもんよ。あ、寝るだけの部屋だ。もうちょっと物買ってやれ、こんなもんですよ。そうそう、肉彦はメスだから。俺の脳内でそうなった。声も大谷育恵さんだし、うん、そう、肉比子で区切れば女性と思えなくもない。あ、そっか、そうだね、サンムーンに送ればオスかメスかわかるね。ミチさんが男の子好きなんだっけ。そんなことは一回も言ったことありません。ならおねえとなってしまう。おねえで肉彦ってなんかいそうでやだな。源氏名はマリアなんだけどみたいな。本名は安田肉彦だ。いや、肉彦ってやつが本名でいないか。みちさん男の子好きじゃないよ、ただの熟女好きだよ。まあどっちが健全かっていうとまだ熟女好き。カンコレのしぐれも一時期男の子気が、しぐれさんなら最後男でもっていうね。いやいやいや、しぐれさんちゃんと女性だから。性格が中性的なだけ。切り取って、なんか切り取るな、よく。
非常に切り取られやすい放送だな。あ、皆さんそろそろ1分30秒後に発狂してくださいね。本当にすぐ延長忘れるか。しぐれさん可愛いからこう仮に男の子でももう行くしかないみたいな。炎上した時、俺なんか炎上する予定があるんですかね今後。俺炎上案件何も抱えてないけどね。なんかそういうオフパコ的なこともしてないし、なんかね記憶正しく生きてるから。あー、うなぎ出したいけどあいつ電気屋座持ってたらうぜえな。よいしょ。葉っぱカッター以上に強い草だってコーメスはソーラービームしか覚えなかったっけ。あともっていうか初代で草だってそんなにろくなんないんか、そもそも。あ、ビリリの電気技覚えないの初代。電気ショックとかそういうのでも。あー、そっか、そうなんだ。64マリオスタジアムとかの対戦コーナーで出てたやつってあれみんな、そっか、技マシンで10万ボルト覚えさせただけか。10秒。初代のなんか自然の技こそ、わああと5分って言ってるやつ少ねえ。でも発狂はしてるけど、さりげなくあれだろ、もうこれあれだろ、このヤフースポーツってこれプーさんのホームランダービーじゃねん俺それだけはやらんぞ。あんな難しいゲーム俺はやらん。ピリリダウンと丸前のソニックブームとスピードした、あとは自爆大爆発でもスピード速くてさ、なんだろう、大爆発使えるってマジでいいよね。あ、鋼タイプだから効果抜群じゃないんですか。え、これはおかしくないですか。鋼タイプ、そう、電気ショックくらい覚えるイメージあったんだけどな。こいつマジカードキーとか持ってない？ここから飛ぶか。ヤクザ、初代は努力中だな。は、強っ。3人揃ったし、結城さんも、確かにね、結城さんにも一応連絡したんだけどね。あ、結城さんは生放送に現れたことがない。あ、やべえ、もう PP 値がないえらこっちゃ、えらこっちゃ、よい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 。実は現れててコメントしてないのか、この辺の184の人が実は結城さんなのかもしれないっていう。真相は謎のままである。わしあと30分だけど、まあ全然大丈夫大丈夫、うん、時間のある時で、ね、いいんで、うん、このペースならどうせ来週も放送やってるしね。あー、いやじゃあ肉彦また死ぬんですけど。そう、天使様がね、ちょっと肉彦大丈夫？いやー苦しそう。マサト天使説？それはなんか根も葉もない噂。ほんと根拠などどこにもない。帰り際にイケメンな一言残してくれるはず。座布団追加のコーナー、よいしょっと、よしよし。
肉彦の PP 値がもうしんどいから。誰でしょう、ヒゲピー使い捨て。ヒゲピーだ。なぜ天使だとバレた。いやー、打天使だろ、よくて。あ、カードキーってこんな何気なく置いてたっけ。セキュリティやめー。お前何やってんだ。どいてくれ。おー、スリーパー、なかなかいいの持ってるじゃない。ここは全力で殺そう。カードキーをゲットしたら9回を、9回か。結構回数あるのね。いやーもう、毒がすごいもう。指を振るで、まあ、ここはふざけてる場合じゃないな、毒食らってるから。ふざけてるってなんだ。っていうか、あー特殊高い。ふざけてたのは俺かもしれない。オッケーオッケー。てかこいつがほんとなんか毒にするのが好きすぎる。なんでもなし。どこだ、あったあった。なんでこんなに毒にしたいかねっていう。ヒゲピーは普通に強い。ちなみに、お、出た。これは昨日のあれかな、 YMM 博士かな。184だから毎日固定版変わっちゃうけど、今日は XKE と呼びにくいな。今日の博士ネーム読みにくいな。スリープスリーパー自力で夢くぼ、そんな仕様だったっけこれ。 YMM って DMM DMM.com。 あれやコイルな、こういう特殊高い系やな。で、特殊も高ければ防御も高いんじゃないのこいつ。レアコイルってやっぱり後に鋼タイプになるぐらいだから。まあでもトライアタックでこれだけいけたらいいか。いや、トライアタックで何の異常状態にもならなくね。俺まだ一回もそれ見てないぞ。トライアタック結構打ってるけど、トライアタックの上手みがねえよ。背景光線って威力って65ぐらいだっけ。なんか70なかったような。あっぱ、それは、え、初代のトライアタックで追加効果持たないの。え、そうなの。Why? Why Japanese people? 知らんかった。知らんかったのか、記憶の中で改善してしまったのか。え、使えねえ。完全に記憶の中でなんかもう入れ違えてた。ああ、だから金銀でエフェクトえらい変わるんだ。金銀のトライアタックのエフェクトってめっちゃかっこいいじゃん。なんかこの世の全てを司るみたいな。だからトライアングル投げてるだけのゴミ技なんだ今。え、じゃあいらねえじゃん、究極言えばトライアタック今。なんだよマジで。交換ケーブル、交換ケーブルってか通信ケーブルでし
公式で名前間違えるんじゃないの。第2世代で氷の相手に打つと3分の1で氷解除。あ、ええー、そうなんだ。トライアタックで解除されちゃうんだ。炎技だったらなんか。へえ。じゃ今トライアタックなんか大事にする必要ないな。いや、大事にしなきゃダメだけど。タイプ1の貴重な技だから。マジでただのトライアングル投げてるだけのおじさんじゃんこれ。バリアード。バリアードどうしよう。ちょっと飯作ってくるんで殿堂入りしといてくださいね。はーい、殿堂入りしときまーす。バリアードのグラフィックもあれですね、ちょっとアニメ基準になってますね。これはいいか。